はい、東大入試2日目の、そろそろみんな終わりそうな時間です。行くぞ。ではでは、これから撮影に向かいます。皆さん、あのね、はい、頑張るぞおい、頑張っていこう。どうカベスは、ん、思い出すよな、いろいろ。何を赤門見たら、うん、俺初めて見たかも、赤門。とあちゃんは？え？思い入れは？赤門の？うん。通りたかったな。くぐりたい。狭き門を、うん、くぐりたかったかもな。うん。まあでも今はそんな気持ちはないかな。赤門っていう焼肉屋あるんすよね。家の近くに。これちょこちょこ行ってます。俺も昔はめっちゃくぐりたいと思ってたのに。うん。今くぐりたない。せっかくくぐる資格あんのにな、うん、えらいもんでな、くぐる資格手に入れたらくぐりたくなくなんねんな。カエル化現象や、うん、カエル化現象、ほんまに赤門に対して、うん、ああでももう寸大とかも配ってるわ。もう寸大が配り始めてるから、寸大が配り始めたら来週も動かなあかん、うん、行かなあかん。てか寸大もやばいことするよな。イチローですって、イチローですってやってくれてた今。だって俺らはさ、焼肉おごるんやで、うん、俺ら焼肉おごるからさ、こんな太郎を探してますなんてさ、うん、不謹慎なやつやってもまあギリやけどさ、うん、寸大なんかマジでただの宣伝できてるわけやん。いや、そう、マジでただただ負け犬に配って、うん、ヘズマやん寸大って。迷惑系のことをヘズマと言っている、うん、ヘズマ系やん、ヘズ系やん、うわすげえ、こんな、あ、かっこいい、この門、これ白門って呼ばれてます。へえ、こっちが正門なんですね、実は。そうなんや、東大の赤門は実は正門ではないという、豆知識、豆知識、これ豆な、これ豆なや。どん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 、こうちゃん、いいね、ナイス。俺らはな、落ちた人を探してるわけじゃないからな、うん、太郎を探してるだけやから、そう、うん、あいつら落ちたやつを探して消しゴムを与えるという、とんでもないシステム、とんだヘズマの嫁よ。見られてはいるな、声かけてほしいな。でもこれで来る太郎ってめっちゃアホかも。ろくなことなさそうやもん。太郎探してますっていう看板持ってカメラ回してるやつら。せやな、太郎、太郎ではないです。え、太郎じゃない、はい、インタビューオッケー、一郎です、一郎許容、え、いいです。じゃあ俺はじゃあもう出てくれる、あ、絶望、絶望、終わった瞬間涙止まりませんでした。え、終わった瞬間涙止まらんかった、聞くん早、確かに心が泣いてるってことやろ。え、42歳、え、ちょっと YouTube 撮影してるんですけど、はい、ぜひぜひ、もしよかったら出てもらうことってできますか。大丈夫ですよ、ちょっとじゃあ行こう。お疲れ様です。肩グン。何す、運動後疲れたっていう、生理運動、いやいや、そのカメラをずっとこうキープするのって、あ、肩に来るよね。いや肩に来たわ。そう、生きれるほどではないかも。ほんま肩に来た。ほんま。これドアの方が高かったし。うん、俺あれマジで運動部でよかったって思って。サーブ打っててよかった。死んだよな。生きたマジで。焼肉楽しいよな。うん、あの、うん、昨日のカフェ食べた、はい、マローンっていうやつ。つくこま三郎のやつが焼肉してくれることなんで、はいはい、やったー。焼肉8時からやでって言ったら、焼肉に万全の口にしたいのでサウナに入ってから行くのでギリギリになるかもしれません。ダメ取る、仕上がりすぎやろマジで。おもろいな三郎すぎ。いや楽しみですね。たらふく食わせましょうね、うん、僕らはちょっと、いそうやな、なんかいい肉とかあいつ、うん、いや遠慮せんよ絶対、それがいいんやから。なだにろとつっこばさんの。だって3個上の先輩にあんだけ可愛がられてんねんから。そうやな。まあまあいっぱい食わせて、で、うん、僕らはこの隙間時間に編集を進めちゃいます。ではお疲れさんでーす。道中、道中ぶらり。やりにくらいくでー。
ドン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 ブーン、ここだ。え、高そう。うわ、強そうな。あー、えぐそうやな。いっぱい食っていいぞ。米沢行こう。行くでいい。最高。もう伊藤に YouTube 始めさせることにしました。確定。うわ、 YouTube 確定。人生の不可避な売春制です。なんやねこいつ。おいおい、ほぼ夏美やんけ。アカウント名何する？いやでも結構考えさせてあげた方がいいけどな。そんな来週でしょ。だから激高結構こんじきりしてし、いやなんでラージャンじゃないやん別に。お前はなんでもう半縛りしてんのセカジー。最初は墨付き加工つくこま三郎って入れん、うん、モグラ流とかでいいんだ。モグラ流おったなそれ。地面から出てくるやつやろ。砂漠のガノトトス。ガノトトスな。足は水のとこに置く。ガノトトスの足は、いやもうモンハン縛りしか考えられない。いや別に来週も別にそのキリンではないからな。キリンやったらあれやけど、来週ルヌルヌチョスボキあげようか。俺らの動画のルヌルルヌチョスボキ解明の動画の誰も覚えられへんねんから。ジェロあげる。ジェロあげる。ジェロじゃないもんこいつ。ジェロかなって思うから。ジェロ。でもつくこまでなんて呼ばれてんの。マロン。マロンでいいやん。Tinder のアカウント名が、うん、忍者ハッタリくん。忍者ハッタリくん。あとフィクション大魔王。フィクション大魔王。いいやん、嘘つきや。フィクションね、うん、年齢偽ってたんで。いつから Tinder やってたんや。中2。ほんまの初期やん。ちょろかったね、あの時の Tinder は。今はもう難しくなっちゃったけど、今僕なんか年齢バレしちゃって、うん、永久凍結くらいました。えぐ、中二屋のやつらがバレて。そう、はい、あのマロンくんが YouTube を始めると思いますので、ぜひ登録してあげてください。お願いします。